アンディ・リシャールは、カナダ・ケベック州モントリオール生まれの元、アイスホッケー選手。1955年から1975年まで、NHL モントリオール・カナディアンズのセンターを務めた。兄は15歳年上のモーリス・リシャールである。アンディの愛称は、兄の愛称、ロケットと彼が5フィート7インチ160ポンドと、NHL のアイスホッケー選手としては小柄な部類で、 あったことにちなんでポケットロケットである。オンタリオ州トロントにいるあるホッケーの殿堂に展示されたリシャールのジャージアンリは1955年10月13日にフリーエージェントでモントリオール・カナディアンズに加入した。1960年に引退することとなった兄のモーリスもカナディアンズのスター選手であり左打ちで右ウィングを務めたが弟のアンリは右打ちのセンターで そのプレイスタイルは兄とは全く違っていたと言われる。例えば、モーリスの方は50試合50スコアを上げたこともある通り典型的なテントリアで、そのプレイは爆発的とかダイナミックと形容されることがあった。そしてこれに対するアンディは1957から1958シーズンと1962から1963シーズンに リーグアシスト王となったように、ゲームメーカー、ウィングのサポート役としての才能に比で、小回りが利き、スピードを慎重とする選手であった。自らも、ゴーリート1対1で対峙する場面になれば、体のサイズなんて関係ない。むしろ、有利に働くことだってあった。といった胸の発言を残している。また、カナディアンズのコーチ、トーブレイクからは、パックがどこにあるか、常に把握している。 クレバーな選手といった評価を得ている。1971年には引退したジャンベリボーの後を継いでカナディアンズのキャプテンに就任した。その背番号16は同チームの永久欠番とされた。アンリは1975年にはかかとの骨折等もあって現役を引退し、1979年にホッケーの殿堂入りを果たした。 アンリー・リシャールは11度のスタンレーカップ優勝の経験を持つが、この記録は2013年現在で NHL 最多記録となっており、北米4大プロスポーツリーグにおいても NBA のビル・ラッセルと並び最多タイ記録である。ラノ10回である。2020年3月6日にケベック州ラバルにて死去。死因は不明だが、2015年にアルツハイマー病であることが公表されていた。 八84歳没。http://www.legentsofhockey.net スラッシュ l e g e n t s o f h o c k e y スラッシュ jsp スラッシュ l e g e n t s m e m b e r j s p m e ムイコール p197903 アンドタイプ、イコールプレイヤーアンド、ページイコールバイオアンド、リストイコール、カナディアンズレジェンド、ヘンリー・リチャード・パセズ・アウェイアットエイジ84、スポーツネット、サ、https、www、スポーツネット、サ、ホッケー、nhl、カナディアンズレジェンドヘンリリチャード・パセズ・アウェイアットエイジ8 4スポーツネットさ、h t t p s w w w スポーツネットさ、ホッケー n h l カナディアンズレジェンドヘンリリチャードパセズアウェイエイジマイナス84、2020年3月7日、閲覧。ありがとうございます。